島村忠史明治18年7月30日は、江戸時代後期の土佐藩合子、勤皇の志士、春章大使、忌み川はじめ久氏栄、後宮美児と改めた、通称は樹之助。大男でハゲていたので、入道とあだ名されていたという。文政4年1月29日、土佐藩合子、島村忠史ことぶきの三男として、高知城下新町田淵に生まれる。 幼少より、武芸に秀で休日を、外受け棒に、法術を、伊藤俊吉に、宗術を、肘方一右衛門に学ぶ。特に宗術の才能に武若笠国の峰を、新十郎や江戸の間住み渡るにも教えを受けた。嘉永三年三月、名の武一富子の夫である武一随山が田淵に移り住むと、宮美寺は随山と親しく交流するようになる。 同年8月11日、着南、島村樹賃が生まれる。安政元年、午前は、宮美寺が、創術。午後からは、竹市瑞山が剣術を教える道場を共同で、開く。名声は都に広がり、門人は120名を超えた。文久元年、竹市瑞山が一反金能を掲げて、土佐金能党を結成すると、宮美寺もこれに加わり、瑞山を補佐して奔走した。 しかし、徳川家康以来の徳川恩子の土佐藩は、反論の主流は砂漠にあり、後部合体論を唱える賛成、吉田東洋とは、意見が合わず、宮美寺は、随山、河野万事渡る、広瀬健太らと、見継ぎして、ついに、吉田東洋の暗殺を策し、文久2年4月8日にこの暴挙を決行して、反省から東洋派の新お小瀬組に属する、福岡隆重や真部精神。 後藤昌二郎らを失脚せしめた。しかし、文久三年九月二十一日、事態が露見して急進的に、武力倒幕を目指すとさ金納刀は危険視され、随山が捕獲され、金納刀の同志も多く捕らえられる中、宮美寺は、当初、証拠不十分で、類俗預けという自宅禁止処分となるが、翌年の慶応元年五月二十八日、にはついに極に投ぜられ、 同年ウルー5月11日に随山が切腹すると、宮城寺や河の万寿渡るは、エローを押せつけられた。慶応3年5月、江戸でオランダ式儀兵学を学んでいた、犬井大輔は、山内陽道に随行して、土佐に帰国の途中の京都で、中岡慎太郎からの決死の手紙受取勘命を受ける。5月18日、京都の料亭、金安郎で、 犬井大介は、中岡慎太郎と次世について会談し、続く五月二十一日、中岡の仲介で、犬井大介は、土佐藩の谷盾木や森京介らと共に、薩摩藩の西郷吉之助、吉井康介らと薩摩藩氏、小松大統帝で密談を行い薩土密約を結び、これを、翌二十二日に、山内陽道に報告し、軍政改革を行う、胸の同意を取り付け、 大阪で武器を買い付けて起還した。犬井大輔は、土佐に戻るや、平成改革に着手し、弓隊を排して、宝術隊を組織して、反論を武力による、勤労倒幕にまとめ、さらに、佐々木隆行らの努力によって、ついに反長を動かして、宮城寺ら、旧土佐勤労動員らを釈放させた。宮城寺は9月6日に釈放され、そのまま、京都判定の留守協役に任せられた。 母親戦争では、旧金納党の同志らと共に、土佐半島西軍の主力部隊である官軍、早正隊に加わり金のお旗の下で、花々しい戦果を挙げた。明治維新後は、陸軍省、司法省などに出資した。明治18年7月30日即去。去年65、明治31年7月4日、特に維新の功を称せられ、正五位を追贈された。墓は、 高知県高知市五大山にある。島村家は、歌天皇の後裔佐々木氏の支流に出る。演奏は、大江細川氏の家臣、島村壇上左衛門の高知という、ありがとうございます。